皆さんこんにちは、バタルグルビーです。では今回は、ゲレンデワークシーズの脅威 V、エウゴ、ブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はですね、ジャブローを攻略することができたので、今回その続きとして、早速、北米攻略作戦、これを発動していきましょう。キャリフォルニア、そしてニューヨークへ進行可能になる、北米攻略作戦です。我々はこれより、ちなみにですね、ロベルトの死亡フラグを外せないまま前回進んでしまったので大変申し訳ないんですが、裏でやり直ししてます。なのでロベルトは復帰していますね。で、そのロベルトどこにいるかというとですね、今ここにいます。まあ、ロベルトがね、操作可能なキャラクターとして入ってくれたのは本当に大きいです。しかも、百式海に乗っているということなので、しばらくロベルトは地上で活躍してもらいたいと思います。では早速舞台を、まずは、こちら、ニューヨークへと送り込んでいきたいと思います。順番としてはですね、ニューヨーク、キャリフォルニア、この順番で攻略をしていきたいというふうに思っています。では早速舞台を送り込んでいきましょう。まあ、アーガマーを差し向けて、ここはね、ニューヨークを陥落させるというところまで持っていきたいと思っています。では、ニューヨークですね。エウゴ、部隊数11、ティターンズ12というところです。ここは、まあ、できれば2ターンくらいでね、制圧してしまいたいな、というふうに思っていますので、まあ、ゴリゴリ部隊は進めていきましょう。まあ、メタスなんかはどうだろう。もう早くも前進させるためにガッと前に出しちゃいましょうか。メタスに乗ってるのはアダムが乗ってます。では舞台進めていきます。まあ、ちょっと話変わるんですけど、最近 Kindle のペーパー&ホワイトっていう、まあ、いわゆる電子書籍リーダーを買ったんですね。なので、ちょっとガンダム系の漫画をね、読んでみようかなと思ってるので、おすすめのものあれば、ちょっとコメントでいただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、ただ、宇宙世紀シリーズしか僕はあまりよく知らないので、できればね、宇宙世紀シリーズに、まあ、特化した形で、おすすめのものを教えていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。結構ね、電子書籍いいですね。今までは iPad Pro に Kindle のアプリを入れて、まあ見ていたんですけども、全然疲れ方が違うなっていうのが、まあ専用の電子書籍リーダーを使ってみた、ここまでの感想ですね。すごく疲れにくい。なので、まあ、もし興味ある方いらっしゃったらですね、まあ、電子書籍自体はいろいろ、リーダー出てるので、まあ、お好みのものを見つけていただけたらいいのかな、というふうに思ってます。まあ、ちょっと脱線しましたが、このまま、ニューヨーク攻略進めていきます。始まっちまったか。攻撃するぞ。うまく1ターンで、このニューヨーク落とせそうですね。これで次のターンにはキャリフォルニアに部隊を進めることもできそうです。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。します。パイロット候補生メズンメックスを正規パイロットに採用しました。少ない少ない英語側のキャラクターの中に一人加わってくれるのは大きいですね。まあ、こういうところでしっかりキャラクターをね、確保して補充して使っていきましょう。では続いてキャリフォルニアに部隊を進めています。まあ、ここもできればね、まあ、1ターン遅くとも、まあ、2ターンぐらいで攻略をしていきたいなと思ってますので、まあ、ゴリゴリ部隊は進めていきましょう。敵はやっぱり旧式が多いので、この
キャリフォルニアもニューヨークに続いて快進撃続けられそうですね。まあ、1ターンで攻略できればその分地上での部隊の展開が早くできるので、まあ、できるだけねサクサクと攻略していきたい中では旧式しかいないこのキャリフォルニアも1ターンで攻略したいですね。ちなみにブレックスって劇中では準将だったと思うんですけど、ギレンの野望の中では準将っていう階級あったかな。ちょっと見てみましょうか、せっかくなので。そしてこちらはロベルトですね。百式会になったロベルト。ブレックスは準将じゃなくてギレンの野望アークシズの脅威の中では少々扱いになってますね。まあ階級が高ければ高いほど指揮範囲が広がるので、まあ、これは歓迎すべき内容かなと思います。あなた方の持つ最後はアクアジムを撃破してこのキャリフォルニアも1ターンで制圧完了です。これで北米が我々の元に入りましたね。北米の制圧によって太平洋地域への進出が可能になりました。ハワイ攻略作戦、トリントン攻略作戦を提案します。今度はハワイとオーストマラリアですね。どうなんでしょうね。現状だとその水中戦をこなせるユニットがほとんどないので、すぐハワイに侵入したところで果たして戦えるのかっていうのはちょっと疑問がありますよね。ハワイ部隊数10、トリントンは3。まあ順番で言うとやっぱりハワイが先かなと思うので、ちょっとハワイ攻略に向けた準備を行っていきたいと思いますが、その様子は次回お届けしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。